4キロ先ケネディタウンでお知り合いの、方のレセプションなので、まずそちらに参加して、その後、いつもお世話になってる PMQ さんでレセプションに参加して、その後飛行機で帰ります。一個その前にうちの隣のレセプションに今参加してきました。今日レセプションばかりですね。4キロなんで夜だとバスが相当混んでまして乗れない。あと今日はちょっと山に行ってないんで、ちょうど4キロ4キロ8キロ、まあ、帰りはちょっともしかしてバスなのかもしれないですけど、まあ今日はいろいろ歩くんでいいかなっていう、もう、むしろちょっと言い訳ですね。クライミングジムですね。前も一回行ったクライミングジム、香港大学ステーション。駅ができればここもだいぶ便利なんだろう。多分レセプションの会場までは近いんですけどね。どこだろうなこれ。ケネディタウンっぽくない。そうそう。日本です。ベリンガーデンマークです。まあ本当に普通のウェリントン、金属なんですよね。これがかなり軽いです。でこうやってひんやりしてマットのブラック、とってもかけやすいメガネです。ここまで来てこんなことが起こっていいのでしょうか。やっちまったな。こんなにも立て続けに間違えるとは。結構バックパックで旅行とかしてるんですけどね、私も。そうですね、40カ国ぐらい行ってますんで。でもですね、飛行機を間違えたことってないんですよね。まあ、短すぎて、最近短すぎてこう間違えるのか、気がたるんでるだけなんですよかね。やっちまったな、ほんと。全部いろんな予定をですね、今日切り上げてのこれですからね。ほんとは今日いろいろあったんですよ、夜が。やっちまったな。まあ、なんかの歯車がかけ間違ってます。ボタンを一つずつかけ間違ってる感じがしますね。何かの警告かな、そんな気がします。もう寝よう、もう寝よう、もう帰ったら寝よう。それか、こんなの飲んでてもしょうがないんで、あ、ちょっと待って、それかウルフ・オブ・ウォール・ストリートでも見ようかな。こんな、ちょっともうちょっと、もうね、中途半端だからいけないですね。もうちょっとはちゃめちゃになるか、しっかりするか、どっちかにしないと。